日。こちら管制塔、超巨大隕石の襲来で全人類を選ばれた君たちには本当に感謝している。途中で散っていた仲間たち、レオン副操縦官、龍馬清掃員、もう残すはキャプテンダイヤと給仕係フミヤの2人だけだ。爆弾の設置は完了した。スイッチを押せば地球は助かる。そして救命ポットは1人分しかない。こればっかりは君たち2人で決めてくれ。キャプテン、どうした？俺が残りますよ。バカ、なんでだ？キャプテンは地球に必要な人材だからです。何言ってんだ、お前には守る人がいるだろうが。そうでした、僕はキャプテンに任せます。待て、俺にも、俺だって行きたい、俺だって行きたいんだ、はい、だがやっぱり俺は地球を守るっていう使命が残っている。でもやっぱり僕には守る人がいるんで、俺がしても いくつかね。もう活動限界時間だ。あとは頼んだよ。あ、じゃあお願いします。あ、そうだ、言い残したことがあります。なんだ？グルガン TV のアイラブ。そうだな。神々のお告げということでですね、はい、説明しよう。このコーナーはメインパーソナリティ神ダイヤの独占企画であり、毎回神がかった至って日常的なエピソードを平民の君たちにお告げするありがたいコーナーなのだ。だなお、まだ神になられてから日が浅いため、視聴者諸君には容赦のない手厳しい鉄槌コメントで神と戦ってほしい。いわば神ダイヤのシミュレーション型育成ゲームとも言えよということで、神々のお告げプラス、イエイ。神の意志を告げる者、毎度。まあなんだ、さっきの毎度、さっきキャプテンダイヤがレハラルタみたいだけど、まあ、死んだから今神になって転生した。私今転生して神は生きてます。ありがとうございます。まあ神だからね、まあ、生きてないですね。で今日はね、全然さっきの話とは全然関係ないんやけど。あ、関係ないですね。俺が一番好きな言葉があるの。ほう、それを今日はちょっと君たちに教えようかな。満を持してね。うん、スローガン的な。スローガン、今日は俺がもう小学校からもう使ってるスローガンがあるんやけど、これ多分初めて言うと思う、うん、まあ、ボンは聞いたことはないやろ。俺、なんだろう、俺ずっとスポーツやってきたから、スポーツとか、まあ、なんだろう、チャレンジとかやってきたから、チャレンジってなんやん、チャレンジしてきたから俺この言葉が一番好きやねん。これはもう俺の小学校の時の恩師に言ってもらったことをもうそのまま言うねんけど、一日一歩前進っていう言葉が、はい、僕めちゃめちゃ好きやねんか。一日一歩前進、三歩進んで二歩下がるみたいなね。そうそうそう、一歩しか進んでないから確かに一歩前進、うん、そう、一日一歩前進っていうのは、まあ、どういうことかというと、日々ね、うん、何が起こるか分かれへんけど、でも一日一歩前進していけば必ずゴールにたどり着くわけ、うん、ね、分かる、うん、これ、うん、このいい言葉、うんうん、な、長い、分かるこの長いな、な、うん、そうね、そうやろ、そうやな。で、俺何が言いたいの知らないな。はい、神々のお告げでした今日ちゃんと着地してよ。いやーもう、いやでも俺やっぱどっかでやってくれるんやろうなと思ってたんですけどね。何を？いや、ちゃんと着地してくれるんだろうなっていう。ゴールいったまあでもいわば定石だよね、いつも着地してないんだよ。まあそうですね、大体ゴールはないよ。大体ゴールないから俺一日一歩前進してんだよ、うんうん、何してんの？いやちょっとね、今準備なんかどっか行っちゃったよ、ちょっとデータがね。あー、データ、あー、データどっか行っちゃった、しょうがない。このコーナーいつも疲れるわ。うん、じゃあ早速、はい、ほら iPhone でして、こちらですね。はい、そうです、今日はですね、はい、
iPhone X 紹介をね、うん、ダイヤがやらせていただくんですけど、はいはいはい、じゃあそんなキャップがね動画いきましょうかね。キャップは死んだから。キャップは死んだ。キャップは死んじゃった。 iPhone X 紹介、はい、世界最大級のホスト数を誇る iPhone X ではあなたのご来店を心よりお待ちしております。いらっしゃいませ。きらびやかな店内、歌舞伎町唯一の生バンドで社交ダンスをできるのはここ iPhone X だけ。ここだけやで。10代から50代、新人からですベテランホストまでいるのも iPhone X の強みで、必ずあんたのことを満足させるスーパーエンターテインメントホストクラブです。わお、スーパーエンターテインメント。ほんで iPhone X はメディアにも特化しており、豪華アーティストのタイアップ、俺もいるとすげえ誰各種メディア出演依頼は後を絶たず、名実とともにホスト界をリードするお店です。です。さまざまな面で活躍するこの iPhone X をぜひ皆様よろしくお願いいたします。よいしょ。初回料金は2時間5000円。お、強気。お一人様につきハウスボトル1本ブランデーは焼酎に割り物飲み放題となっております。おー、飲み放題割り物かな。そしてただいまこちら iPhone X 公式ホストアイラブアイをご覧になってます。皆様にスペシャルな割引がございます。スペシャルスペシャル。通常2時間5000円のところ来店時にアイラブアイを見たと言っていただけると、なんと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 4000円でご案内。よいしょ。そしてそしてiPhone X特製グッズのプレゼント。おやおや、いいぞ。 iPhone X だ。iPhone X の、うん、ホストになりたいあなたに向けた新人求人も随時伺っております。iPhone X という圧倒的なブランディングを生かしたステージでぜひ一緒に夢を叶いませんか。お前を待ってるどすい。直接連絡 LINE も OK、 または下のリンクの求人などに連絡。長い長い長いということで、皆さん関心のある方も関心のない方もぜひ足を運んでくださいね。なくても来いよ。なくても来いよっていうことで。はい、ありがとうございます。もう切れちゃったじゃんこれ。すごい、すごいなんか恥ずかしい感じみたいになっちゃったよ今なんか。すごい、もうカンペ感がすごかったよな。あ、なんか前も言われてナオミズミッションの意味って言われたんですけど、うん、あのうちのね、あのiPhone X の箱を使ってあのアーティストが撮影をしてるんですよ。あ、よくやってますね。あと NME さん、NME48 さんもね、うんうんうん、やってるね。あのやってるので、やってるやってる。なのでマーウィズさんのその PV をうちの店撮ってるんですよっていう意味で、あのちょっとさっき の、 そうそうそう、あの画像がね載っけてたんです。やってるやってる、うん、まあ、撮影は多分お店に直接連絡しないとね、交渉次第だと思うんで。そうだね。もしね、なんか撮影の方がいらっしゃいましたね。あと牛島くんとかにも使われてる人いるんですね。あ、そう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 、ドラマ、だから結構もうあのメディア系ではだいぶうちの店使われてるんで。ドラマで最近で言ったら多分あれやで、失恋ショコラティエ。あー、やってますね。恋愛ショコラティじゃなくて失恋ショコラティエ。え、松潤がね。そう、松潤が、松潤がホスト役でワンツーってやってた、ね、やってたよね。超懐かしいね、あれね。3年前、4年前か。あ、そんな前、それぐらい、それぐらい。そう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 、うん。いや、あと、じゃあそろそろフリートークやろうかな。うん、いや、今フリートークだからね。フリートークをやろうかなって、トーク自体おかしいでしょ。フリートークやろうかな。いや、でも、ちょっと私、ちょっと有言実行しまして。はい、何何何どうしました。ちょっとあの、写真があるんで、こちらお願いします。ドン出たよ。よいしょ、トマさんバイトおめでとう。いや、もうぶち抜いてやるぜって言ったからにはさ、ね、抜かないとねと思って。いやー、そう。でもなんか仲良くない？なんかさ、上と下、ま、真ん中と右みたいな感じなんかあの集まってるけど。俺と海は仲良しやな。それ仲良しな、合わせてきたもん。合わせてた。仲良しか、合わせられるの逆に。合わせてた。仲良し、ね、先月のね、俺とトワーズちょっと逆転されてんけどね、うん、そうだね。今月は俺ぶち抜いたのかな思ってますけどね。おー、すごい。僕はもう全然、あの一番上のラインに乗ったのかなって思ってますけど、ね、すごいじゃない。なんでそんな乗ろうと思ったんですか。調子乗ってるから。あ、なるほど。口だけやから。口だけで、続きましての写真があるんですよ。これと、はい、こちら。ちょ、これ見てほしい。何これ、これ、これ、これあの、知らん、香港の撮影あったね。あの香港の撮影で出たの。あ、出たの。そう、これね、ダイヤさんだけこんな風になってんの。俺のは、俺は知らんね。俺はなんで自分のだけ来たの。いや、その香港のなんだろう、女の人がさ、LINE、うんうん、送ってきた。あ、出てたよって、こうやって出てましたよって。あ、びっくりした。いいじゃん。そう、写真だけ来て。そういう時は僕らでもちょっとなあ、送ってくれるようにこう、ね、探しといてって言って。あ、こっち見れないんだから探しとくわ。そうよ。すごいな、俺もう国際的スターだよ。
新庄ダイヤン、すごくない国際的って香港だけだろ、国際的ダイヤン、なんで勝手に国際的にしちゃうの、国際的スターですよ、ヨーロッパとかアメリカ大陸と全然行ってないじゃん、アジアン、アジアンじゃスター、アジアンスターです、まだちょっとだけ広がったよね、この写真もういいや別にテレビに出た人とか別にいいんじゃない、なんかその女性があのホストクラブに体験みたいな感じで来て、それで勝手に話すんだよ勝手にやるんだからそうだよ、やめてよもう話してたからさ、パクチー臭そうで臭くなかったそうそう、なんかその女性が初めてホストクラブを体験していますみたいな、で海外の香港の方だからあの日本 の, そのホスト文化が触れると、まあ、どうなるのかっていうドキュメント番組ね、それでまあダイヤさんとか俺とフミも出たもんね、そうみんな出てるから、ね、それが放送されましたよって話なんだけど、そう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 、で俺の写真見れないわけ、俺の写真だけで、そう香港でしか見れないからね、うん、そうやね、残念ながらね俺も見たかったんだけどね、そう、あのねちょっとね僕今日話したいことがあってね、はい、いやなんかこのさ、うん、放送もあるじゃないですか、はい、このね、アイラブアイも、うん、僕はね、あのお店に頼まれてるからやってるわけじゃないんですよ、はいはい、そう、なんか好きながらやってんの、うん、確かに確かにね、なんかこれをさ、他の人が聞くとさ、例えばその、あの出演料、依頼料とかあるんでしょとか、はいはい、あとはその、なんかお店からその、なんか任されてるからやるんでしょじゃなくて、この放送のスタートはきっかけはさ、俺とダイヤさんがもうアイフォン店を知ってもらおうっていう熱い思いから始まってね、そう、だから何が言いたいかと、まあ、好きなことを続けられるものをね皆さん持ってると、なんかそのために頑張れるかなと思いまして、私ちょっと待ってな、えいい、何、いや神々のお告げみたいやんそれ、えいや違う、なんかお告げてるみたいやんそれ、だってね、お告げられてないじゃんそもそも改めてお告げ直したの、いやでもでもさ、毎週水曜日ね、あのだって営業時間が7時から、お店は7時からスタートなんだけどさ、まあ、僕ら出勤大体9時ぐらいじゃない、そうですね、でそのさ前からミーティングして、あの夕方から集まって、なんでそんなできんのって言われたのこの前、うん、でもいや俺なんでできんだろうと思って、別に苦じゃないし楽しいし、いや楽しいからな、そうやんな、楽しいよね、そうほらこれが好きだからやってるわけだから、なんかちょっと本当にあの楽しむことを見つけたらきっとそれが継続につながるし、間違いない、ね、新しい自分の進化にもなると思うんですよ、うん、で言っちゃえばね、うん、言っちゃえばさ、コピー担当だってさ、はい、あのちっちゃい仕事の一つかもしれないよ、うんうん、でもそれをさ極めたらさ、私レイアウトこういう風にできるんですとかさ、自分でプレゼンできるようになって、うんうん、レベルが上がるわけですよ、皆さんの、うん、だからどんなちっちゃいことでも、例えば好きだったり自分が得意だったりしたものはあの極めていった方がいいんじゃないでしょうかっていうね、なるほど、まあそうだね、はい、じゃあこの番組のちょっと好きなところちょっと言っていこうよ、好きなところ、いやもう自由に好き勝手できるところ、ああ確かにね、そうですね、まあ、あの iPhone 店から僕らにあのダイヤさんと僕があのメインパーソナリティやって、うん、iPhone 店を好きに紹介してくださいっていうふうに言われてるから、例えば皆さんなんかいろんなコーナーがあるんですが、うん、もう今回38回目ですからね、そうですね、そうそうそう、うん、いろんな企画が立ち上がり、はいはい、もう半年近くじゃないやってるの、そうだね、いやそれはもう半年はもうじゃあもう1年になるから、1年近いです、7月で1年、あ、そうなんだ、5月だから今、そうだよ、すごいね、もう10ヶ月やってるんだよ、すげー長えわ、いや頑張って、長えわ、長えけど短えわ、早かったね、この1年ね、そうそう、一瞬一瞬、ね、まあ、そのね、この話の背景としましてはね、うん、ちょっと私ちょっと風邪気味でなかなかちょっと声も出なくて、うん、あのお店は出ないんですけど、アイラブアイには出たいとね、いう気持ちからちょっとあの話しちゃったら、なるほど、熱い思い、いや好きだからね、もう結構熱あるんですけども、いや帰って寝ますまあ、返さないけどね、いや帰る放送終わったら帰りますということで、じゃあ早速いつものお告げのコーナーいきますか、お告げのね、さて次はこちら、フミヤの予言ということで、イエーイ、みんなこれ待ってたよね、いやみんなこれですよ、やっぱこれ待ってるよ、こちらのコーナーは週刊占いとなっておりまして、し、ね、毎週1位から12位星座占いですね、はい、まあ、フミヤ大魔王がお告げをしてくれる、カンペを見ながらね、はい、いきましょうじゃあ第4位から第11位はナンバーのみの発表となっております、あ、じゃあいきましょう、第4位、はい、双子座、第5位、天秤座、私、第6位、牡牛座、第7位、乙女座、第8位、ヤギ座、第9位、獅子座、俺、第10位、蟹座、はい、第11位、牡羊座ということで、はい、じゃあ、OK、さあ、いきましょう、今週の第3位はダーン、ダーン、水亀座のあなた、比較しないこと、お、何でもかんでも人と比べて自信喪失、比較さえしなければスムーズに進展するはずです、比較しないでよって感じ、こっちのせいよあ、そっちのせいということで、じゃあ第2位、2位の第2位発表だった、ダン、ダン、魚座のあなた、魚座のあなた、ギョギョギョ、意外なタイプとご縁、意外なタイプと、ギョ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 、魚くんタイプとギョギョギョ、これまでにないタイプとご縁あり、
はあ、第一印象がいまいちでもバッサリ切り捨てずしばらく様子を見るようにして、様子を伺ってね、うん、新しい風を、ああそうね、いいよね、そういう、ね、新しい風を楽しもうぜってこと、そういうことだよ、うん、はい、第1位、お、第1位、お待ちかね、第1位はダン、サソリ座のあなたを、おお、サソリ座、サソリ座、今日サソリ座の名前がないけどサソリ座ですよ、サソリ座すごい、まあサソリ座きっと見てくれて、三河健一、人間は男子は恋人とは距離を置いて、カットになりやすい時、はい、暴言を吐きまくってドン引きされてしまう可能性も、これ前回も言ったら1位これ、いやそうなんです僕あの僕の独自の調査でね、独自の独自の情報網からね、仕入れて、だから1位やからって調子乗んなよってこと、そう1位は調子乗んなよっていう、自分では抑えられないので今週は距離を置いた方が無難かも、流れに身を任せればうまくいきます、うまくいくんです、うまくいきます、流れに身を任せてということでね、じゃあいきますか、今週の第どん底、あーどん底、うん、ドルーダウン、いて座のあなた、いて座ー、ごめんね、自分磨きを頑張って、自分磨き千年期間、たっぷりの睡眠が美の秘訣です、なるほど、うん、寝とけと、とりあえず寝てやっぱり、ね、うん、とりあえず寝てほしいよ、俺は体調整えてね、俺はとりあえず寝てほしいよ、そうだよね、伊手座のあなたには寝てほしい、全国民の12分の1が寝るよ、そうしたら仕事になんないからね、そしたらじゃあ一旦 CM いきましょうか、3、2、1、9、友達がホストになりたくてお店探してるんですよ、なんだと、どうしても一緒に働きたくて、今なら退入最大1万円ですよ、マジっすか、すぐ連れてこい、すぐに言います、お前らやっぱりロミジュニだこちら24ふみバンバーということで、いつもの紹介動画お願いします、プロフェッショナルとは世界を救うことや、彼の世界を救うことやイエーイ、悪意あったね、最後悪意がありましたね、なんかスイッチの最後の音ダメじゃなかった今日のオープニングの、なんかカッてなってチーンってなるな、なんかりにくいよこれね、なりにくいから、ちゃんともう油塗っとかな、これ油塗っても変わらんよということで、こちらにカットしましてはね、毎回フィンバウアー捜査官がね、あの最近は誰が食ってんだと、そうや、ね、誰が食ってんだ、あの 食レポやね、食レポとあと飯テロの企画となっております、じゃあ今回はどんな写真が見つかるんでしょうか、1枚目こちら、あーこれあれだ、お台場の肉フェスだ、この前の、そうだこれこの間ね、そんなことより写真盛りすぎじゃないのかいやなんかだいぶ明るかったからねこれね、そうやね、そう美味しかった、いろんなお肉がね、集まってのけものですよこれ電話したんだよ、電話したんだけど捜査官ちょっとあのタイムリープで違う時空に行ってたからいない、任務だった、任務だったから、とわからの無言電話があった、無言電話多分時空が繋がってなかったなと思う、何をやってんだこの人は、はい、続いての写真こちらからの、だいぶ食うなこれ、これあれだ、これまた唐揚げ屋さん行っちゃったこれね、もう肉、肉からの肉やね、これさ、バンバン捜査官ここ何どうやって撮ってんのこれ、毎回ガサ入れ、毎回あの
街にカメラをいっぱい仕掛けここはだいぶ近いカメラで、これここは美味しいよね。ガブリチキンって言って、うん、あの区役所通りにあるんやけど、結構チェーン店やねんな、これ。そうね、意外と。じゃあ続いていきましょう。続いての写真こちら。出た、これ何、これはもしかしてあれじゃない、伝説の水炊きじゃない？伝説なのか。伝説の水炊きです。福岡まで行って食べてきましたよ。ようやく水炊き本場の水炊きを食べてきましたわ。あのね、29回見てください。僕らの29回はあのね、毎月の初め即興アドリブ歌にあって料理を褒めろっていう企画やってるんですけど、それでいきなりあの言った、まあ見てくれれば分かります、29回はちょっと面白いと思うんで、はい、それが伝説の回。そうです、これ水炊き、これヒントになります。つながるんで、29回に肉フェスからつながってるんです。そうです、肉ばっかり。つながってないですよ。じゃあ、はい、続いてこちら、どう、おめっちゃうまそう。これお刺身、いやこれ俺じゃないよ、これこれはこれ鯛しゃぶだ、これは。あ、そうするか、またタレ込みが。いや、これはだって魚だからいいんだ、これは。その魚、魚は太らない。魚は太る、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 結構脂身もする。じゃあ続いて最後の写真かな、写真こちら、まだ、あー、まだ、これはこりゃうまそう。釣ってきた、釣ってきた釣ってそのまま釣ったの、じゃあうまそう。え、捜査官釣ったの？俺が釣った。捜査官さ、よくさ、銃使うじゃん。あ、まあ、まあ、あの、さ、釣ってはないかな撃った撃った撃ってしてる。撃ったらほら、身が傷ついてる。これ何、タイ、タイ、これも大変、まあ、タイやん、すごい、めっちゃうまそうだね、これね。いいなぁ、っていうことで、こちらのコーナーはね、食テロなんですが、うん、今回はどうですか、捜査官。今回お前ら二人が有罪だ。あれここ肉やから。そうね、肉はダメだ、高カロリーだからダメってことでしょ。魚はいい。でも肉はさ、米食べへんかったら太れへんって言うやん。確かに米食べてないもん俺ら。いや、絶対カルビとか食べてるんだろ。カルビとか食べてないよね、タンやんね。タン、そう、タンタンとベーコン。まあ、ということで24フミバワーでした。イエーイ。ということで続いての企画は、これ一曲しか無理じゃない今日。うん、ちょっとね、早めにやろう。歌に合わせて料理を褒めろということで、イエーイ。こちらの企画としましては、毎回ね、毎週の月始めやるんですけども、はい、これから即興アドリブでね、料理を褒めてもらいたいと思います。例えばサザエさんのメロディーで、今回は、まあ、あの音楽用意してるんですけど、オムライスを褒めろって言ったら、卵がゴロゴロおいしいとか言って、あの勝手に、うん、あの自分で考えてその料理を褒めるっていうことに企画になっております。と、はい、いうことで ね、じゃあ最初は誰がいきますか。最初はもう誰かじゃないですか。俺かじゃあお題なんか考えて、食べ物お題ね、うん、これ何本でさっき、え、あの歌何、歌、あのさっきの隕石。オッケー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 、うん、じゃあ料理決めました、いきましょう、はい、よし、かかってこい。でいきますよお題はしゃぶしゃぶ。うわ、じゃあ肉がうまいしゃぶっていいんですかい、肉をしゃぶっていいんですかい、ごまだれとポン酢どっちつけたらうまい、俺はポン酢派かな。いや、よいしょー、ってことで、うわ、なんか良かったんじゃない今、リズム感の問題ですね、うわ俺初めて良かったんじゃん。じゃあ続いて、まあ、褒めれてましたよね。やろ、で続いて、じゃあいいですか、私。良かった。あ、どうぞ。あ、じゃあお願いします。じゃあ、トーマさんいきますよ。次どうしますか。お題はステーキ。ステーキ、ステーキ、ステーキ、やべえ、今回時間ある。ミディアムレアがいいこの赤身は熟成肉じゃないけれど、あなたと食べるこのステーキが一番宇宙上で美味しい。おーおー、来たぞ。これはちょっとアルマゲドンの、いいね、いいね、宇宙な感じとかけてきた。ちょっとこれ最後やっぱ捜査官で締めてもらわないと。いやー、ちょっと2人が予想外に。じゃあいきますよ、今回レベル高いです。お題は水炊き。水がうまい言ったよ、水がうまいとこで食べたい。なんでかって言うと水が大事だよ。グモグモいって、グモ、お湯のあの感じで、なんかこうつみれとかいろいろ野菜とか入れる。
ガチが大事だよ。いや、まあまあまあ、水が大事。今のはやばいで。なんだかんだ水なんですよ、水炊きは。まあ、もう一丁いけんじゃない、ちょっとこれやばくねって言われた。いける、いけるよ、もうちょっと打ち込もう。じゃあ、ダイヤさん、いきます。お題は卵焼き。バカにしないでよ、やかないでよ。卵だけだよ。だしがいい、だしがいい、だしだし。卵焼きはだし巻き、目玉焼きだし巻き。目玉焼きって言ったやばい、やばい、お腹痛い。曲はプレイバックパート2で、バカにしないでよ。再開所、東亜のターンです。はい、あれやばい、やばい、待って、もう向かう、まだよ、まだよ。何にしようかな。はい、お題は唐揚げ。唐揚げ、唐揚げ、唐揚げてよ。ちょっと唐揚げがいいよ。ちょっとカリッとカラッと揚げて、この鶏肉がいいの。唐揚げブラックペッパー。何やろ、最後のブラックペッパー。最後のブラックペッパーってない。いや、でも意外と難しいですね。これ難しい、早い早い。これ結構いきますよ。じゃあ次、フミバウアーはね、進んでる、行きましょう。じゃあフミバウアーいきます。もうちょっと待ってね。はい、お題はハンバーガー。ハンバーガー食べたい。ミンチにしてよ。ミンチの空気抜いてポンポン。ずっと焼いてハンバーガーも。いやいや、ハンバーガー関係ない。ハンバーガー関係あれへん。ハンバーグ使うから。すごいすごい、ね、ハンバーガー。ということで、毎回こんなことをね、月の初めでやっております。和牛のあいつみたいになるよ。いやー、使った。いや、今日すごい調子悪いよ。いや、今回でも良かったんじゃないですか、みんな。うん、そうやな、うん。やっぱ俺が一番良かった。これは後で見返したら、さあ告知があります。告知いきましょうか。じゃあ、とりあえずバースデーかな。ドン。誕生日ドン。誕生日の写真があると思います。あれ来た。はい、9人もいる。はい、5月7日カズマ。以下の9人です。そしてダン、今日ダン、今日ダンくんね。じゃあ金太郎さん、12日金太郎さん、15日タクマさん、すげーいっぱいね。さすがいほんて。シュウジさん、はい、トーガさん、コウジさん、あともう一人わからん、トーマさんです。すごい、以上で、以上は9人。こっちから見えてない。はい、あとね、今月のね、16日はビンゴ大会があります。こちらね、指名決まってる方限定のね、あのイベントになっておりまして、豪華家電が当たるそうです。はい、ぜひ SF4 とか来てほしいですね。はい、じゃあね、来週もそうだね、来週もね、楽しみにしていただけると嬉しいなと思います。よいしょ。そんなグルダン TV のありがとうございます。はい、ちゃんと押せたね、最後。そうか。